東京足立区で柔道男子日本代表の井上康生監督が日常的にバイクを運転する郵便局員らに交通安全を呼びかけました。21日から始まった秋の全国交通安全運動に合わせて足立郵便局で行われた出発式で千住警察署の一日署長を務める柔道男子日本代表の井上康生監督が配達でバイクを運転する郵便局員らに自身の体験を交えながら安全運転を呼びかけました。無意識に例えばスピードにおいてもそうですし不注意になったりすることもあると思いますので常に意識をしっかり持つっていうところこれはやっぱり心がけていきたいなと。警視庁によりますと都内では20日までに112人が交通事故で死亡していて去年の同時期に比べて4人増えています。警視庁は今月末までの交通安全運動の間取り締まりや事故防止の対策を強化しています。